じゃあ綾瀬さ、はい、うん、はい、やっと言えたね、やっと言えたって、なんか切ないですけどね、ちょっと、もうでもあそこにギュッと詰まってたもんね。そうだね、そうですよね、まあ、まさかこうあそこのちゃんとね1話をこう使い切って全て思いの丈を、ね、吐き切るっていうのはなかなかないことなので、すごい感動しました。いいシーンだったね。いいシーンだったですね、あれ。ダブリーエンジェル、ダブリーエンジェル切ない、ね、切なかった、うん、でもいつもいろいろ言ってるけど、まあ愛情の裏返しなんだなって感じでした。うそうだね、すごい、はい、そうだね。お礼もフェスもさあ、さ、切なかったね、楽しかったですね、お礼もフェスね、ね、あの、うん、なんかもうミュージカルみたいになってたね。ミュージカルみたいになってました。一連のちゃんと構成も全部あって、ね、すごかったよ、ね、私はさ、あの難しい歌をさ、ハヤミンがもうなんだ気持ちよく歌ってる姿を見て、いやいや、すごかったね。早見すげえわ、すごかったですよ。とてもね、落ち着いていたね。そう。いや、うん、いや、なんですけども、内心はすごかったです。本当に？そうなの？もうすごい緊張しました。全然見えなかったよね。あとやっぱシアターのこの会場の感じも、すごくこう、お客様に包まれてる感じだったじゃないですか。だから、シアターが結構、はい、円形というか、そうだったね、そうだよね。熱気をすごい感じましたね。近いですしね。近かった。お客様もよく見えたもんね。見えました。すごい盛り上がりもすごかったですね。すごかった。いや、はい、楽しかったです。楽しかったですね。あとあれだね、打ち上げもあったね。打ち上げもありました。 あったね、美味しかったね。なんかすごかったですよね、打ち上げの、うん、すごかったよ、会場。なんかホテルな感じだったよね。ホテルだった、ね、すっごい広かったですよね。広かった、すごい広かった、すげえ広かった。なんか宴会会場みたいなね、うん、ところで、うん、立食でね、なんかのパーティーかと思うくらいの、そうですよね、ちょっと普段着で着ていいのか悩んだ、すごい感じの、本当冷蔵な感じでしたよね。そう、すごい場所でね、なぜかね、女装してるスタッフさんたちがいてる、ホテルの宴会で女装してる人がいると思ってすごい様になってましたね。すごい楽しかった。ねえ、ビンゴで二人とも当たってたじゃないか。当たりました。当たったね。私あのフェスのグッズ一式を当てて、私3万円の商品券、すごいよね。なんかあるすごいわ。でもね、お母さんにあげちゃった。ああ、そうなんだ。親孝行いいね。お母さんにあげるっつって、うん、それは嬉しいよ、ね、うん、喜んでた、うん、あらあらっつってあらあらあらありがとうっつって、手錠お母さんにあげた。あ、手錠、あ、でも見せました。見せたの手錠もろたよって言って、もろたよおお、実寸だねって言って、実寸、そう、何その会話でもしまいどころに困ります、やっぱ。なかなかね、こう、リビングテーブルの上に置いておくわけにもいかない。そうだね。一応キーホルダーではあるんだけどね。そうなんですよ。キーホルダーになってるんですけど、なんか、あやせの顔みたいなついてるんですけど、サイズは実寸大なので、どう、あれです。あそこです。下着です。下着入れ。下着入れに入れてるんですよ。いいの？なんか一番見られない場所に。なんかリビングテーブルの上には置けないから、すごい見られない。それ他で行っちゃダメだよ。そう、ダメだよ。どうしよう、これね、みんな聞いちゃったからね。他というかもう全国じゃない。全国ですよ。じゃあもう、耳を塞いでてください。いいね。ピーって、ピーって。ピーに入ってます。それこそ怪しいじゃん。怪しい。なんか私ね、早見ちゃんにね、なんかイベントの日に手錠をかけてもらったんだけど、私ね、それでしょっけ、ときめ、忘れてるみたいな。あれ、なんかその現場見たわ、私。そう、イベント終わって、早見ちゃんがキャッキャしてたの。なんか、あやせんの手錠だわーってしてて、で、なんかね、早見ちゃんがね、なんかね、私にね、カシャッってね、手錠つけてくれて。じゃあね、なんかね、忘れちゃったの？なんか私、イベントの興奮で、あれ？興奮で T シャツだったから。うまいつって。なんかね、捕まえてくれてね。捕まえちゃってます。すみません、なんか。危ない、危ない。天下の竹達さんを。え、何てんの？手錠にかけてしまうって。でね、なんかね、ちょっと私はね、それがね、すごい、あ、なんか、彼女に手錠つけるってこんな感じだから、みたいな。かけられるっていうか、なんか、どういうこと？彼女に手錠つけるの？少女漫画で、なんかさ、少年漫画の男の子とさ、女の子がさ、手錠をこうさ、片手ずつつけちゃってさ、あ、そんな頻繁にありましたっけ？そう。で、なんか、いつでも、なんかこう、一緒に、なんか、行動してるうちに、なんかこう、私、こいつのこと好きになっちゃったかも、みたいな。30センチの距離みたいな。そうそうそう。その一緒にそこまで想像したの。そうだよ。
早見ちゃんみたいな。すごい楽しいな。感じになってて、すごい、ね、ルンルン気分で帰ったの。そうですか。あ、よかったでしょ、その。あんまり良くないと思うよ。でもね、ダメだよ。でもなんか忘れられてたから、ちょっと今私落ち込んでんの。違うんですよ。きっとこう、大事な記憶として封印されし。封印されし、なんか注意封印されしまでの記憶です。そうか。そうか、そんなこともありましたね。ね、楽しかったね。はい。いや、ではね。はい。そんな話をしつつ、こんなの方にも行きますかね。はい。